本日はクッパからピーチ姫様を助け出したマリオさんのキノコ王国の王様の就任式になります。マリオさん、就任の挨拶よろしくお願いします。どうも皆さん、私がマリオです。ん？あれ？おい、キノピコ、私とキノピコ以外にここ誰もおらんではないか。はい、皆さんマリオさんに憧れていろんなところをジャンプしながら旅をしているようです。おお、ピーチはどこ行った？はい、ピーチ姫様も世界を回る旅に出ております。はあ、誰もいない城の王様など何の意味もないではないか。就任式といったって何にもすることがないわ。はあ、王様ってこんな感じじゃったのか。一人も民もいない国の王など何もすることがないわい。はあ、はあ、寝るしかないの。はあ、王様なので外に出られないマリオはキノピコと退屈な日々を過ごしましたとさ。めでたしめでたし。はあ、クッパが襲ってこないかな。こんにちは、辻の子です。さあ今日も、マリオやっていきましょう。王様になったら大変だよね。勝手に外に出られないもんな。よし、まずはキノピコちゃんのこれパワーもいっぱいもらえるんじゃないかな。ちょっと話しかけてみよう。マリオさん、おめでとうございます。記録が達成されました。世界に平和をです。おめでとうございます。これ何回ももしかして話さなきゃいけないパティン。世界に平和を。これまさかパワームーンナイトです。デレレレデレデやっべ、これ倍速だな。倍速めっちゃあるぞ多分。パワームーンチームです。パワームーンゴッドです。ゴッドになりました。神様や。ローカルコインでお金のローカルコインも全部取ってたからね。ペアペアムーンでした。なんかペアペアムーンだ。ペアペアムーンこれか。あれだ、ドカンテントの20年か。10個、2、4、60個来てる。素晴らしいです。全ての記録が達成されました。最後に達成された記録は飛んでけキャッピーです。やったー。あ、キノピコの試練は全部 OK だ。やっぱり全部回ってるからさすがに大丈夫でしたね。大記録の達成ですね。うわ、めっちゃ可愛い。やべえ、うわ、ちょっとこれはちょっと一緒に喜びたいな。可愛いんだが。おい、めっちゃかわいいやん、キノピコちゃん。いや、かわいいね。なんだこのかわいさは。マリオの無言がちょっとね。いや、こんぐらいやっぱアップの方がいいね。いや、かわいすぎでしょ、これ。ちょっと撮ろ。かわいい。これ、これ、これやってないぞ、多分。キノコ王国のお宝写真でね。さて残りは20枚もないね。10何枚。さあアミーボをやりつつコンプ目指していきましょう。来てるね。なんとなんと、君とは砂の国といろんな国で会ったすな。ここはのどかで落ち着く国、気分がいいのでこれあげます。一気によこせや。パワームーンゲット。よし、随分のんびりできたので砂の国に帰りたくなったすな。
あ、これであれかも、砂の国のあのフラグが立つのかも。1個取れてないんだよね、砂の国。ここくるくる回せばいいだけ。オッケー。なんだ、簡単でした。尻尾の先から飛び出した。ほんとだね、タヌキマリオ。さあピーチに会ってくるか。おーい、ピーチ。うわーかわいい。ちょっとピーチ姫がピーチ姫の格好をしておる。めっちゃかわいいじゃん。ティアラとの旅はとっても楽しかったわ。私気づいたの、いろいろなものを見ることやたくさんの人と話すことがとても大切だって。そしてどの国に行っても人々の笑顔は同じ輝きを持っているのだって。もっともっと世界中の人の笑顔を増やさないとね。早速お城に世界中の人を招待しているのよ。本当？ピーチ姫と一緒の旅は私も楽しかったよ。持ち帰ったパワームーンがあるの。ありがとう、ピーチ。ありがとう。マリオとキャッピーの旅はまだ続くのね。頑張ってね。できることはたくさんあると思うの。本当？ピーチーピーチーピーチーあの背中のマッサージをしてあげる。もうみんなに見られるわ、こりゃやばい。さてと、これはなんだ。ほう、これは、あ、捕まれる。え、あ、ここに上に上がれるってこと。なにこれ、ほいほい。登っちゃった。キノコ王国が一望できるよ。なんだこれ。なんじゃこりゃ、わんぱく王様すぎるでしょ。あ、そうだ、絵合わせがある。絵合わせどこだっけ。よし、やるぞ。前回は口忘れたって言ってたね、みんな。みんなのコメント覚えてますね、僕。口がないって言われちゃった。さて、やりましょう。ちょっと待って、よく覚えろ。大丈夫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 、いける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 。あ、うわ、そこまで消える、マジか。いや、いけねえ。いや、これはきついぜ。なかなか大変な作業になりそうだ。これはきついわ。鼻が鼻がこんぐらいか。ヒゲが、鼻がこんぐらいだったから、ヒゲがまあこんなもんか。で、口、うわ、ムーンで口が見えねえ。で、口がこんぐらいにあって、こんぐらいにあっていいか。で、眉毛、眉毛の向きとかもね、重要だもんね。それもよく見とかないとな。とんでもねえ顔になってそうだ。やっべ、でも細い、尖ってる方がどっち側か後で確認しよう。落ちてきた。どうだ、奇跡の成功はないかな。はい、どうだ。ずれすぎ。ずれすぎ。うわ、マジか、そんなにずれてた。アジナリエが完成しました。やかましいわ。ちょっと待てよ、よく見ろ。太い方、太い尖った方が、目の内側なんだね、眉毛。よく見ろ、鼻も微妙にちょっと違うか。微妙に左の方がなんか卵の先端みたいな感じがする。目は何が違うんだろう。顔と肩の線が、口の下。よし、覚えたぞ。まずちょっと顔、ここのちょっと覚えてるところを、
できました。どうだ？位置は結構見たはずだけど。どうだ？ずれすぎ。あ、でも惜しい！ 78 点。口の位置悪かったな。いや、これね、バランス、これ横のね、バランス的には合ってんでね、こっちをもうちょっと、全体をぐいーっと左下にやれば、結構いい点数いったんじゃないかな。もう一回いきましょう。どうだ、もうこれでお願いします、頼む、80点以上取らせてくれ、来い。あ、あ、いや悪くないと思う、やった、82点。よっしゃ、よかった、できました、そっくり絵合わせマリオできたぜ、できたぜ、よかった。これ絶対あるな、多分。いただきヨッシーフルーツ、あほ、やっぱりこれもっともっといただきでしょう。なるほど、これ多分全部今までの経験上全部取らなきゃいけない系でしょう。僕には分かるぞ、あのヨッシーの食べ物が消えてる時点で絶対そうだよ。もっといっぱいあるぞ多分これ。どこにあるんだろう、ちょっとヨッシーと、ヨッシーとお出かけしなきゃ。押したペロン、よし、いろんなとこペロンペロンしていかなきゃ。ちょ、一個ずつしっかりと、よし、よし、出た、出るでしょ、やっぱりね。おかわり、よし、おかわり、よしフルーツ、これはなかなか大変そうじゃない、まだまだあるもん。よし、あ、あの上か、この上か。よし、取れた。ちょっと回っていかなきゃダメだね、まだまだあるもんな。あ、あそこあるぜ、取り残しがある。あー、そこにもある、まだ。キリッキリ、よし、取れた。うん、違った。あの料理の国の人がリンゴに見えてしょうがないんだけど、これ。さあ、こっから先がちょっと難しそう。わあ、みんな秘密のレース場も行ってみて。みんなちょっとちょっぴりヒントくれてるね。僕は行きましたけど、秘密のレース場も行きましたね。そこで特訓してなんとかできた。これはできた、やったね。羊はどこでも逃げますな。みんな羊逃げ仲間がここに来たのか。さてさて、リンゴがまずどこにあるんだ。リンゴの位置頼む。リンゴの位置のアミーボ頼む。全然ないぞ。こっち側にはやっぱりないのかな。全くないんだけど、全くないのに、なんか意地悪でちょろっとだけ。ちょろっとだけあるとかやめてよ、ほんと。こっちもっとじっくり見るか、この上とか。ちょっとよく見ろ。あ、あの上に3つある。もしかしたらあと3つだけかもしれない。あの上だ。
ちょい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 、待って、これ上に上がんなきゃいけない、パチン、パティーンですかこれ。それともペロンで、かっけえなおい。なんか知らねえけどかっこいいじゃん。上に出して頼む。上に出して。どこ伸ばしとるんや、すげえな伸び方が。こっち向け、こっち向けんな。こっち下向けんな。すげえプルプルしてるやないか。はい、どうしたらいいんだこれ。上はこの上登って飛んでかなきゃダメな感じか。いけっかな。あ、いけ、あい、あ、あ、なに今の、あ、いけいけいけ、あ、立てた上に。やった上に立てたわ。やりました、満腹ヤシフルーツ。なんか旗に今下立ててたね。旗に下だ、旗に下立てたらいいんだ。ほら、いけた。なるほど、そういうことでしたか。よしよし、10、さあ、あー近い近い、もうあと9だから。わ、ワンちゃんか、ワンちゃんの、そういやこういうの見てなかったかも。どこですか、見っけた。はい、どこ、はい、おお、2個目やった。ビーチ上で見つけたワン、簡単でしたね。よしよし、雲海に沈んだ星、デコボコ床の謎、キノピオ当選簿。どこ、キノピオ当選簿、デコボコ床の謎。あ、これか、はあ。1、2、あ、3、3、どこ、あ、4、あった、5、どうだ、ちょっと色が違うね、6、もう何回やれてるんだよ。あった、わかりづら。7、わかりづらかった今の。くっそー、あ、あった、8、あ、やった、ゲットできました、デコボコ床の謎。あ、これか、パワームーンを守っているのです、クリボーが来たって怖くありませんよ。なるほど、ほら。こっち来るね、おい、いや、クリボーって近くだと怖い。あー、かわいそう、キノピオ当然も、カクカクした懐かしいお姿が見たいです。あー、なるほど、了解です、懐かしいお姿です、どうぞお入りください。入れさせろや、よし、お、宝か、不要、え、ちょ待て、おい、うわー、なんでそういうことするかな。懐かしい お宝、懐かしい姿にしたのに、せっかく、ちょ待て、いや覚えるの結構しんどいぞ今の。ここからじゃないの、はい、1で、なんかこっちらへんだったような気がする。あっ、1、2、3、上、下、はいはいはい
はい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 、なるほど。僕の記憶力が試されてる。忘れないうちに早く。まずこれでしょ。でこうこうでクロスしてこう、ちょっと待って、5まで来た。でクロスしてでこっち側行くんじゃない ?5、6で向こう側行くでしょ。向こう側行く。7、ほら来た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 。で8、どうだ、どうや。よっしゃ、図形で覚えてなんとかいけましたね。中庭に潜む宝箱の罠。罠までつけるなんて、これなんか、これなんか怪しくない、これ光的に。よし、やっぱりね、2個ありました。ここはあの頃の思い出。お、なんか64の何かにあるんだろうな。僕まだ64未プレイなんでね、わからないですが、何か懐かしい場所なんだろうな、ここ。くそ、64やっとけばよかったぜ。旅のワンポイントアドバイス、スペシャル技。急にこんなとこでワンポイントアドバイスが来る。この中にまだ1個残っている。なるほど、前に来たね。パワームーンがまだありそう。嘘、どこどこにあるパワームーン要素が。これがあれか、雲海に沈んだ星か。雲海に沈んだ、だから見えてないとこにどっかあるんだな、きっと。ちょっと待てよ、これいけるんじゃない、ここ。おやおやおや、なんか行ける場所がありますが。あああ、やったー。結構早めに見つかりましたね。雲海に沈んだ星、やっぱ名前が分かってるって結構簡単になるね。あああれ、見つかったね。うまく隠れたつもりなんだけど、アミーボの力で見つけちゃいました。キノコ王国の帽子でかくれんぼ、のどかでいい国だね。天井からの光、キノコ王国で見つけたお宝写真。天井からの光、なんだ天井。天井見れないんだけど。天井、おお、綺麗、ステンドグラス。あ、写真モード、待って、ちょっと待って、写真モードでも上見れないんだけど。天井が、あー、天井が見れそうで見れない。あ、見れる。あ、見回すだ。うわー、すげー、本当に光が降り注いできた。なるほど、これが天井からの光か。さあ、残りは、残り1枚、これだね。来た来た来た。まあ帽子の国でしょうな。残りは、ちょっと待って、帽子の国 OK、 砂の国1枚、砂の国が1枚と、であとは帽子の裏、帽子じゃねえや、月の裏の裏。よしよしよし、来たぞ。もう帽子の国行くか。へい、ズズ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 、吸い込まれていく。スポン876。ああいう風に月と帽子が重なる場所を探せってことでしょ、要は。月と帽子が重なる場所、完璧重なっとるやん。重なっとるがね、あった。よし、ちょっ
ちょっとヒップアタックを山ほどやっちゃいましたけど、取ることできました。さあこれでキノコ王国もコンプ状態ですね。さあ残りは砂の国だ。おーし、とうとう集まってきた。やば、かなりね、いろいろ積みそうになりましたけど、なんとかアミーボの力でね、僕は、ここまで来れましたね。さあ砂の国の残りの1枚取っていきましょう。お、戻ってきてる。おーい、おっと、君とは砂の国と、とにかくたくさんの国であったすな。でもやっぱり地元が一番すな。数々の再会を祝してこれをあげますな。どうぞ。ありがとう。ただいま世界一周。なるほど、これが最後に残りましたね。僕は素敵な旅をありがとう。いい思い出だよ僕も。さあ行くか。じゃあどんなとこなんだろう。まだ一回もね行ったことないんですよね。着替えていこう。清掃になっていくか。さあ普通の世界は最後のパワームーンですね。これが878。行くぜ。いよいよ月の国もっと裏。ふう、久しぶりにムービー見るか。長かったな。わあ、ピカピカ輝いてる。でっかくなったもんだぜ。こんなにちっちゃくなっちゃったオデッセイ号が。うひょー、シールいっぱい。イタシャみたいになっちゃった。わあ、月や。月で拾った卵っていうのが有名ですね、山口は。月の国もっと裏、ラストクレーター。お、すげえ、なんかタワーが立ってるぞ。何がある、わあ。まさかのいきなり歓迎会が始まる。ということで次回はね、ここからスタートしていきましょう。どんな感じなんだろう。楽しみ。なんか誰か飛んでるぞ。カエルか。いいね、ノリノリになるぜ。まさかのフォリン市長まで来てる。ということでよかったらね、また次回も見てください。かなりね終わりも近くなってきたと思います。それでは土の子でした。